Red Company!古の城壁は取り払われた。呪われし一族よ、今こそ復活の時。汚されたこの大地を永遠なる霊魂の力をもって無に返せ。 Thank you.
冷えてぶ。ああ、しけ。誰かね、君は。私は急いでいるのだがね。君が海軍から来た大神君か。米田中将から話は聞いているよ。僕が君の上司となる迫水則道だ。これからよろしく頼むよ。せっかく来てもらったのにすまないが、これから会議でね。着任届の話は後でいいかな。それには及ばんよ。これを君にプレゼントしよう。欧州博覧会の特別招待券だ。一日ゆっくりと見学して、欧州は花の都と歌われたこのパリを楽しんできたまえ。その後で大使館に来ればいい。着任届はその時にしよう。アロー、アビエント。おい、大丈夫か？急に車が。
そうだ、医者を。おい、待ってろ、今。待ってください。怪我を治したこと内緒にしておいてくださいね。はい、どうかしましたか？人に名前を尋ねるときはまず自分の名前を言わなきゃダメですよ。神様も申されています。人に名前を尋ねるときはまずは自分の名前からと。日本の人なんですか？私、ずっと聞きたいことがあったんです。時間？まだまだお話ししたいことがあったのに。これで失礼しますね。今度会った時は絶対日本のこと教えてくださいね。私ってドジだから。
ぱり一つだけ日本のこと聞いてもいいですか？日本の人って頭にちょんまげというものがあるんじゃないんですか？本当ですか？免許があれば誰でもちょんまげできるんですか？もっと日本のこと聞きたいな。そうだ、大神さん、これをどうぞ。私、このお店のステージで踊ってるんです。ぜひ遊びに来てください。奇跡で怪我を治したこと、本当に内緒ですからね。それじゃ、シャノワールでお待ちしてます。
士淑女の皆様、今宵もシャノワール自慢のショータイムをお楽しみください。素晴らしいですね。あ？あれはエリカ君だ。ああ、やっぱりドジなんだ。ボンソワール、ムッシュサコミズ。今夜も楽しんでるかい？ボンソワ、マダム・グランマ。今日のエリカさんはいつもより地味だったね。さて、大神君にも紹介しよう。こちらはマダム・グランマ、この店のオーナーだ。お見知りを。で、誰なんだいこの坊やは。誰かい？彼は大使館で働くことになった。おやお、怖い顔だね。まあ気にしなさんな。悪いのは口だけなんだからさ。ところで、ムッシュ大神、当店のレビューはどうだい？気に入ってもらえたかい？だろうね。なんたってパリは娯楽の本場だからね。今日はやっぱりパリが一番さ。そういえば大神君、日本にも帝国歌劇団という劇団があったんじゃないのかね。帝国歌劇団？なんだいそれは。うちみたいなものかい？
りゃいいけどさ。でも言ったら秘密にならないよ。あ、無視女神、店の中が見たいんなら秘書のこの二人に聞くといい。それじゃ、私はこれで。パリの夜は長い。せいぜい楽しんでくんだよ、坊よ。はじめまして、ムッシュ、メルレゾンです。メルとお呼びください。営業中なので立ち入りをお断りしている部屋もありますが、他はご自由なさって結構です。それでは失礼いたします。ごゆっくりどうぞ。
あ大神君、ご婦人方に大人気だね。いつものお約束だよ。こういう時は楽しんでるよって叫ぶんだ。セリフは決まっているから声の大きさだけを選ぶといいよ。大きな声だと喜んでもらえるね。絶対に返事しないとダメだから、もたもたしてるとその時の気持ちが声になるぞ。エリカさんと知り合いかい？楽屋にいるんじゃないかな。ちょっと行ってくるといいよ。そうだな、30分後にロビーで。それでいいかね。どうしたんだい？返事に時間があったが、何か考え事かい？では、見物してきたまえ。僕はここでもう少しゆっくりしていくよ。あ、トゥテラ。
Thank you.
この四蔵様がパリの街をキルピョンキルピョン切りまくるピョン。オイラは人間どもの楽しそうな声が大嫌いだピョン。楽しそうにしている人間どもをピョンピョンと蹴散らしてやるんだピョン。キルピョン、うさ。